おっぱいですよ、おっぱい。おっぱいって気分じゃないですかね。陽介くん、君は一体何を言っているんだい？え？そんなもんおっぱいに決まっているじゃないか。コツはなるべくおっぱいを連呼することです。陽介くん、君若いのに真理の扉を開いているね。ハガレン履修済みかな。君はなぜ揺れているの？それはおっぱいだからさ。おっぱい、おっぱい、君はおっぱい。あ、あったあった。おっぱい、アップルパイ。どっちだ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ジャッジアイズ死神の遺言リマスタード実況プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ね、まあ、ちょっといろいろ寄り道したんですけれども、アドデック9に詳しい服部さんですね、いけすかない記者の方に話を聞くために九州一番星へ向かうっていうところなんですが、ちょっとね気づいてしまったんですね。この後ろ無料案内状、この中にねフレンド反応があるんですよ。見過ごしてたんでちょっと気になるんでね。あ、お兄さん、もしかしておっぱいですか？この後ろ姿はおっぱいですよ、おっぱい。おっぱいって気分じゃないですかね。陽介くん、君は一体何を言っているんだい？え、そんなもんおっぱいに決まっているじゃないか。え、君は陽介くん？あ、いや、八神さん、何やってんの？いや、はは、キャッチのバイトっす。まさかの陽介くん、おっぱいマニアだったのか。すごくシンパシーを感じるね。あ、キャッチのバイトって君学生じゃなかったっけ？はい、ええ、専門学校生ですよ。いや、専門学校生がなんでキャッチやってんの？意外と多いっすよ、こういうバイトやってる学生。身入りがいいし、誰でもできるし。そうかもしれないけどさ、関心はしないな。まあまあ、そこは事情がありまして。八神さん、おっぱいどうすか？マジで？いや、俺を誘うか？お願いします。そこは深い事情があるんですよ。てか、八神さんだから誘ってるんです。なんか事情があるみたいだけど行ってみるか。いや、おっぱいって言われたら行くしかないんですよね。分かった、空きありみたいだし顔だけ出してみるよ。ありがとうございます。なあ、もしかして君お金に困ってるの？いや、そういうわけじゃないっすよ。うち実家は金持ちだし、ただ親の世話になりたくなくって、あとはちょっと空きありでして。その訳が気になるな。ま、それは後で話すんで、まずはおっぱいしよう。マジでおすすめな女の子がいるんですよ。けなげでピュアでいい子なんです。1回目は俺のおごりでいいんで。おごり？そこまでする？はい、ええ、おごりっす。いいのかよ。ええ、むしろ店ではなるべくたくさん高いお酒を頼んであげてくださいね。支払い大丈夫なの？大丈夫っす。俺めっちゃ稼いでるんで、キャッチで月50万いってます。すごいな。マジで？キャッチってそんな稼げるの？ええ、この仕事成果主義なんで。八神さん、ここだけの話、コツはなるべくおっぱいを連呼することです。陽介くん、君若いのに真理の扉を開いているね。ハガレン履修済みかな。おっぱいへへ、男ってもんは本能的におっぱいに反応しちまうもんですから。そっか、まあ俺はやるつもりないけど。お店は天下一堂入りのおっぱいじゃない、アップルパイってお店です。そこで窓買ってこう指名してください。もうおっぱい言われすぎてね、麻痺してきたね。窓かさんのな、わかった、行ってみるよ。店員には陽介につけてって言ってください。俺劇場前広場近くのカムロシアターの喫煙所で一服してるんで、終わったら来てもらえます？あ、わかったよ。すごいことになったな。ちょっとごめんなさい、天下一ね、あ、天下一じゃないや、九州一番星もね、大事なんですけど、もうそんなことよりおっぱいに一目散です。君はなぜ揺れているの？それはおっぱいだからさ。おっぱい、おっぱい、君はおっぱい。あ、あった。おっぱい、アップルパイ。どっちだ？あ、こっちか。こんにちは、おっぱいも見に来ました。
あのすみません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご指名の子はございますか？確か名前は。ねえお兄さん、私なら空いてるよ。お兄さん、私サービスいいよ。え、すごくちょっと揺さぶられるんですけど。いや、実はまどかっていう子を指名したいんですけど。え、まどかちゃん、よりによって何か問題があります？ちょっと難しい子で、そんな子雇わない方が良くないですか？とにかくそのまどかって子で頼む。まあ陽介くんの頼みですからね。わかりましたけど、苦情はなしでお願いしますよ。ええ、大丈夫です。あ、支払いは陽介につけで。あ、陽介さんの、わかりました。お兄さん、根気よく頑張りなよ。何なんだ一体、まどかちゃんってどんな子？あ、めっちゃ普通の子来たよ。こんにちは、まどかです。まどかちゃん、すごく気が弱そうだね。どうも。お隣、失礼します。あ、でも、すごい、素晴らしい。え、素晴らしいものをお持ちで、え、素晴らしいものをお持ちじゃないですか？え？ちょっと待ってください。え？あ、気まずい。なんか気まずい感じ。なんだこの沈黙は。まだ若いね。いくつ？あ、年齢ですか？あ、そうだ。え？お客様が酔っ払ってくれたら話しちゃうかもしれません。こう、めちゃくちゃなんか仕込まれたトークをしようとしてないか？ここで習った営業トークか？相当の口下手だな、これは。あのお客様、何か頼まれますか？そういえば陽介くんになるべくたくさん高い酒を頼めって言われてたっけ。とりあえずお酒頼める？この2万のやつ。え、大丈夫ですか？2万ですよ。うん、大丈夫だから持ってきて。ありがとうございます。この子、陽介くんとどういう関係なんだろうな。う、結構強い酒だな。だがまだいけそうだ。全然喋らない。ダメだ、会話が続かない。同じやつもう一つ頼める？あ、はい、ありがとうございます。結構お酒の飲める量はね、強化してるんですよね。うん、やっぱ強いな。だが大丈夫、耐えられる。お客様すごい、お酒強いんですね。変な上がり方したね。沈黙が気まずい。お客様、せっかく来たのに何もしなくていいんですか？え、何もって、ここがどんな店だか分かってますよね。え、ちょっと待って、三択にならないの？いや、もみんが分かっているけど、話しているだけで楽しいから俺は満足だよ。八神さん、心で涙を流していませんか？え、楽しいんですか？私なんかと話してて。あ、だから安心してよ。触るつもりなんてないからさ。そうだったんですね。お客様優しいんですね。なんか触られると思ってたから変に緊張しちゃいました。もしかしてずっと黙ってたのって触られると思って緊張してたから？あ、はい。もう心臓がバクバクしちゃって話すどころじゃなくなっちゃうんです。根本的に働く場所を間違っていると思うよ。そうだったんだ、道理で。もともと口下手ってのもあるんですけど。そうなんだ。てか話すの苦手なのにこういう店で働いてるんだね。はい、お触りが目的のお客様ならおしゃべりが苦手な私相手でも大丈夫だって思ったんです。なるほどね。でもそれにしたってセクキャバか。君みたいに若くて可愛い子がなんで？実は私、学費を稼がなくちゃいけなくて、実家の親が倒れてしまって自分で学費や生活費稼がないといけなくなってしまったんです。ってことは学生さん？はい、大学生です。そりゃ大変だね。奨学金とかはないの？
ありますけど、返済義務も利子もありますし、将来大きな借金を抱えることになりますから。けどこういうお仕事なら短時間で稼げるし、私さえ我慢できればですけど。なるほど、そういうこと。まあ、ちゃんと考えてね、こういうことしてる人結構いると思うんですよね。意外といるんですよ、風俗やってる女子大生。私は本番は無理なんでここにしたんですけど、今の女子大生も大変なんだな。お客様不思議な人、なんだか友達と話すみたいに気楽に話せちゃう。うん、あんまり簡単に信用しない方がいいけどね。う、それは営業トーク？違いますよ、私そんな器用な真似できないですから。そうかな、今みたいな感じで話せばお客さんも喜ぶと思うけど。参考にします。なんか本当に恋愛ゲームみたいになってんだけど、いいのかこれで。どうでした、まとこちゃん、失礼はありませんでした。大丈夫でしたよ、普通に楽しかったです。なんか珍しく盛り上がってたね。まどか普段全然ダメなんだよ。そうそう、こないだなんてあまりに喋らないから、お客から日本語話せない外人だって間違われてたし。そうなんだ、あの子がお客さんあんなに盛り上がってるのを初めて見た。お兄さんマジでやるね。まどか今時珍しいくらいのピュアな子だから、気に入ったなら優しく接してあげてね。もちろんそのつもりだよ。もうなんか下心がある人にしか見えないけどね。ただ陽介くんとどういう関係性なんだ。だって陽介くんに報告しに行くか。なんかシアターの喫煙所にいるって言ってたな。行ってみるか。カムロシアターはこっちか。あ、いるね、陽介くん。なあ陽介くん、行ってきたよ、まどかちゃんのところ。で、どうでした彼女。ああ、なんだか慣れていない感じだった。お触りした時嫌がられませんでした？引っ張ったかれたりしませんでした？え？いや、てか触ってないけど。マジっすか？いや、さすが八神さんっす。八神さんを紹介して正解でした。本当はめちゃくちゃ触りたかった。なあ、どういうこと？彼女も学生だって言ってたけど。え、彼女そのこと話したんですか。おお、マジか、すげえな。あんた、俺らもキャッチやってんだけどさ、そこまで彼女と打ち解けた客初めてだよ。彼女自分のことをほとんどお客に話さないんです。学生だってことも秘密にしたいみたいで。そうなんだ。あのさ、陽介くん、なんか事情があるみたいだけど、彼女とどういう関係なの。ま、八神さんなら話して大丈夫かな。実は彼女、俺の高校の時の先輩なんです。あ、そうなんだ。当時から巨乳で人気の人で、おっぱい先輩、略してパイセンってあだ名で知られてました。それはセクハラだからやめた方がいいよ。ひどい由来だな。ま、本人は由来までは知らないっすけど。それで俺、パイセンにはマジですげえ世話になったんです。なんだ、ヨスケ、まどかちゃんをおかずにしたのか。いやいや、違うっすよ。断じておかずにはしてないっすから。パイセンとは部活が一緒だったこともあって、いろいろと俺の面倒を見てくれたんです。俺の進級が危うい時には勉強の面倒まで見てくれて、マジで世話になったんです。そうだったのか。いい先輩だな。はい。はい、ただ彼女、男に不慣れてトークも下手だし、触られてもつい嫌がってお客に不評みたいで、そのせいであんまり客がついてないんですよ。学費稼がなくちゃいけないのに。だからこうして人畜無害そうな男をキャッチして、こっそりと紹介してあげてるってわけです。なんかすごい遠回しな恩返ししてるな。なるほどね。だけどそれなら君が稼いだ金で支援してあげればいいんじゃない。いや多分そうじゃないんだよな。いえ、それは無理っす。人からの施しを受け取る人じゃないです。彼女なら自分で稼ぎたいって言うはずです。なるほどね。じゃあ君がキャッチしてることも秘密なんだ。そうっすね。あくまで陰ながらの応援です。八神さん、もしよかったら彼女のところに通ってお金を落としてあげてくださいよ。あと、紹介して大丈夫そうなお友達がいたら、ぜひ俺に紹介してください。あ、わかった。考えておく。紹介して大丈夫そうなお友達ってなんだ？まあ、ちょっと、次回に回そう。なんかこれ攻略見ないとダメっぽいな。で、いきなり始まったよ、もう。めんどくさいな。
とりあえず九州一番星だっけに向かっていきますね。あ、このね、応援してくれてる人はあのサブイベントみたいので仲間になったというか協力してくれるようになったね。あの殴られ屋さんなんですけど、街中で戦ってたらね、応援しに来てくれるんですよ、この人。どうもありがとう。なんかね、こういう要素もあるみたいなんで、ひょっとしたら他にもね、いるかもしれないんですけど、結構長いことね、服部さんお待たせしちゃったんで、怒ってないといいんですけどね。私、豚骨ラーメンには結構うるさいですよ。服部さん？ん？ちょっと油も多すぎじゃない？これはどうも、八神さん。あんた、もしかして記事の写真スマホで撮ってる？ええ、十分高画質ですからね。いけませんか？いや、今のスマホいけますよね。グルメレポーターにでもなるの？私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。まだ結構かかるのか？なるほどね。こっちの用は分かってんだろ？すぐ終わりますよ。これはどうしたらいいんだ？待ってたらいいのか？ダメっぽい。話していいのか？これで終わりました。どうもわざわざご足労いただきまして。やっぱりなんかこの人の感じとっても好きだな。イライラして。不思議なもんです、あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね、八神さん。あんた今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは。向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生いましたね。あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデック9を解説してくれるんじゃなかったか？でなきゃあんたといる理由はないな。八神さん、いけませんね。じゃあ今日は一つ貸しってことで。たく、これだからこいつに話聞くの嫌だったんだよな。いやでもね、一般的に味方につけて損はない人だと思うんですよね。まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデック9はマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、ん？今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。服部さん一本筋通ってるね。ではまず
八神さんにアルツハイマーの概要を知っていただきますが、聞く気ありますか？いやもうこれは聞いとかないとダメでしょ。他に選択肢はないんだろう。結構。じゃあ始めますね。前提として認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと。かなりざっくり言えばですがね、ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと1952年かな、など何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。十分理解はできました。大体理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くのか。これめちゃくちゃいい教材だな。論文によると、実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用、聞いたことある。自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に。ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。夢の薬だね。本当に死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。なるほど、本当なら確かに夢の薬だな。けど本当にそれは夢の薬なのか。話がうますぎるってことは、はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。雪吊りの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。
いつまでも動物実験してる場合じゃありません。これ、あ、わかったぞ。そういうことか。臨床試験っていうのはつまり人体実験です。人体実験、まさか。どうしました？いや、じゃあアドデックナインには分かりましたね。本当に何も問題ないのか。そうですね、これは強いて言えばの話ですけど。あ、ゾクゾクした今。アドデックナインの論文は筆頭著者がキドさんとされていますが、実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて。やっぱりね。ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデックナインは木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。ただ小野さん一人でできることじゃないからな。バックについてるんだよな多分あの人が。小野陽次、またあんたの名前が出てきたな。さあ盛り上がってきましたね。そして結構一気に話がクリアに見えてきましたよ。一度頭の中整理しましょうかね。皆さんも大体見えてきたんじゃありませんか、全体像がね。よう、おお、勢ぞろいだね。お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？めちゃくちゃ役に立ちました。多分。何？じゃあ結局アドデック9には何も問題なかったわけ？服部の話だとね。でも木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それが？アドデックナインはこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデックナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか。仮にモグラの黒幕が小野だとして。だとして小野が殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか。やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。いや、わざわざ殺したんじゃないんじゃないかな。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ、うん、でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで教令会の連中を何人も殺してたとか。ってことなら小野がモグラを使ってヤクザを殺し続ける理由にはなるけど、ヤクザを殺し続けるっていうか、まあ、後処理をしてるんだよね多分モグラ。待った、そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか。モグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。病気の患者、薬が人体に安全か確かめるために。
最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者だろ。あ、やばい、海藤さんすごい根本的なこと言い出した。勘弁しろよ。ちっとは話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。ここで揉めてる場合じゃないですよ。じゃああのセンターで殺されたワクってじいさんも、あー、怪盗さん、人体実験だったのかもな。へっ、ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件、あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか。ああ、あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。もしあの老人殺害の動機がアドデック内の人体実験だったとしたら。まあ落ち着けって、それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか。確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。最初の実験でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？過去と現在はつながりましたね。さて、なんかね、今まであのバラバラだった情報が一気に収束を始めました。明らかにね、おそらく話的には、まあ、生野さんが人体実験をして何らかの副作用が起きて、まあ、死亡、まあ、人間が死亡してしまって、それをね、モグラが後片付けしてるんじゃないかっていう状況なんですけれども、まあ、生野さん一人の指示ではないと思うんですよね。絶対バックに大きな力が働いてると思うんですが、なんで目えぐってんでしょうね。そしたら目になんかキーがあるんでしょうか。とはいえちょっと今回ね、時間が長くなってしまいましたので、続きはね、次回にしたいと思います。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。じゃあね。